ミス、どうも皆さん、お疲れ様です。カルミアです。ということで、今回はアップデートでね、強化されたソードフィッシュ使って、チームデスマッチの新しいモード100ですね。今まで75だったやつと違って100のモードが出たんで、そのモード行ってみたいと思います。よろしくお願いします。さあ、やっていきましょう。ということですね、今回はてか今日から、ティアが 2倍と経験値2倍が来てるので、この時期にね、ティアとレベルも上げてったらいいんじゃないでしょうか。頭出しをカットしていくけど、右からキスンギー3枚センター来てたな。オッケー、いいっすね。来るんじゃない、やっていく、やっていく。もう1枚ぐらいいるんじゃないかな。リロードかまして、感じですね。さあ、左から上がっていこうかな。さあ、あのショッティの方がまだいるんじゃないかと予想してるんですけども、というかナイス。さあ、シーカーをポコン。そういうことなんですよね、そういうことなんですよね。いや、もったいな、ボブチャンチーですやん。意味わかんないけど、最高か。お、左多そうだぞ。左行こうかな。え、いるよ、そこ。やっぱペンターバーストつけた方が強いんかな。どうなんだろうな。回復して、死なないもんね。大口径の方がいいな、これ。ペンターバースト、大口径とかでいい気がするな。クイックいらんな、これ。今ね、ツートリだもんな。うほう、スラックチーム、オッケーオッケー、最高。集中しすぎて声が出ませんでした。はあ、最高。ナイス、味方さん、オッケー。あの距離はロンバレつけてるが強いよ。あ、いるね、あぶね。OK。 さあ、センターを取ってね、中に入れられないようにしたいというところではあるぞ。 OK。 さあ、こっち来るんじゃない。 OK。 さあ、 UAV 出していきましょう。キョン、いるぞその端と思ったけど、ストライクチームだから大丈夫か。なんつってめっちゃ大丈夫。あ、スナイパーヘリ破壊されたね。 UAV に、ま、あ、向こう側か。リスが反転してるんで、スナイパーじゃなくてストライクチーム。お前なんか、あ、歩き方おかしい、大丈夫か。あーはー、下か、その左奥かと思ったよ。もったいない。
ストライクチームが突っ込んできますね。ただまだリスは向こうかな。うん、向こうだね。ストライクチームが向こう側に行ってるから、危ない。味方が行ってる。オッケー。リスはまだでも変わってなさそうかな。普段あまりチームデスマッチやらないんで、いまいちリスがよくわからないけども、それはやばい。後ろ来てんな。後ろちょっと任せたいぞ。ナイス。内側怖いけど、指出してナイス。右側かな。やめろ。おお、めっちゃ走ってくるね。さあリスが、ま、コンバットナイフ持ってるこの人、怖すぎ。センターはどうだろうか。だね。お、ありがとう。そんなとこおったんかい。スナイパーヘリをもう一回出して右を見に行っているけども、なるほど、落ち着いていこう、落ち着いていこう。まだいるんじゃないか。大丈夫そうだね。椅子が逆ですね、多分。そこ頭出すんじゃない。あ、大丈夫そうだね。ここにシーカー投げてギュイーンと行く。オッケー。さあ左から上がっていきましょう。 UAV 出して敵の場所を確認したいところで、ん？逆だな、リス。あの人でも なんか撃ってんだよ。何撃ってんだろう。わからないですけども、とりあえずこっち行きましょうか。うおっつー、ナイフではやられたわけじゃなかったね。目の前の味方さんがナイフで刺されていった。さあ、こっち側にいるのはわかってるので、うん、おじナイファーさんが走ってる。48キル8ですってことで、まあまあ、いい感じだったんじゃないでしょうか。はい、ということで、ソードフィッシュですね。結構、やっぱり強い、まあ、もともと強かったんですけど、さらに強くなったので、皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。ということで、次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。